今日はこれどこ行くんやった今から。あのナルトの上の方の橋の上の方のあそこ行きます。初めて行くんで分かりませんが行ってみよう。はい、ま、どこに行くんだろう。はい、ここは海が近い。これは海が、うん、海が近いというかハワイ見てみて。ヤシの木みたいなもんね。ここ夏になったら人おる？うん、海水浴場、海水浴する人がおるけど、一回入ったけどわかめだらけ。観光バスも多い。あ、観光バスもいっぱい行っています。海はまあまあ綺麗、海がまあまあ綺麗な。山を登って美術館、こっちには大塚美術国際美術館があります。神社みたいな、これお店あるな。はい、初めてなんでちょっと分かりません。分かりました。この分かれ道を右側に行きます。二股は右に行きます。今日もちょっと風がきついです。上の駐車場は調べたところ500円いるそうです。500円か、待って。ちょっと曇っとるよ今日。ちょっと曇り空やってちょっと曇って寒いな今日。よし、ゴー。行こう。3、8、4。はい。相撲が三条イメージになった。止めて歩かないかんらしいです。初めて行くんで分かりませんがとりあえず行ってみます。あ、観光バスもあった。じゃあしません。あ、しません。
バッとしてます。バッコーライです。ちょっと狭いぞ。降りてみます。どっち？来るよ。人はあんまりおりません。今日は寒いです。めっちゃ寒いです。遊びに行くんですけど、高速の手っていうのが見えます。気になったんで今日は来たんですけど、何があるかは分かりません。
放題に行ってみます。誰か人おるような、うん、山みたいな行ってみた分かる道少し右の方行きます。ずっと歩いて、歩いて行ったら、まだ行く。まだ行く。寒いな。高速は通ったんだけど、こっちで高速通ってる。うん、何だこれ、あるんだろう、なんか電話だって書いてなかった。うん、書いてった。何これ、大丈夫かな、これ、うん、とりあえず行ってみます。道が続いています。下り坂なって、はい、なんかあれ、いや、さっきはロープウェイみたいなのがない。あれ、これさっき行きます。今展望台っていうところに行くんですけど、ちょっとどこかわかりません。墓みたいなのがある。左行きます。
成長してる。成長してる。大きく成長したっけ。すごい階段がこれ。展望台と、だからあれ高速から見た時って全然違うやけど、え、まっすぐなんか開けたら道ありたかった、こんなんじゃなくて、なんだってことやな、これじゃないことや、うん、すっごいすごいやこれは、うん、大丈夫、うん、結構山道がきついです、はい、だけどこの先にはなんか展望台があるみたいなんで行ってみようと思うんですが、山？どここれ？どこ行こうこれ？え？行ってみよう。あら、すごい。スニーカーとかを履いてきた方がいいかもしれません。な、これは。はい、スリッパでは歩けません。階段がちょっと左に向いてる。階段斜めってます。まだ？これ行き止まりだよ。行けるんこれ。え、行ける？行けるかな。やっと着いた。
きました。丸いとこや、丸いとこ。人はほら汗かくな、うん、これは結構距離があるんで、あの覚悟して登ってくださいそう、うん、あれ何もないの、展望台やけんな。着きました。展望台。どんな景色が待っているでしょうか。高速です。先ほど渡った高速。60度見渡しても海が見えます。これがいつもの高速ですね。そう、神戸で行くとき。神戸さんがいましたね。綺麗です、はい、パノラマ。